はい、どうも皆さんこんにちは、若左衛門です。まずね、まあ、ちょっと雰囲気が全然違うなっていう感じだと思うんですけど、インスタとかツイッターとかでは言ってたんですけど、まあ、金髪にしました。まあね、夏なのでね、夏じゃなくても多分金髪にしたと思うけど、まあ、ちょっと雰囲気も一新してという感じなんですけども、金髪に染めた理由の一つでもあるんですけども、まあ、ちょっとこんないろいろね、よくわからないことが多いご時世っていうのもありますので、みんなでこう楽しく過ごしていきたいなっていうふうに、思ったりとかしたんですね。まあ、もちろん私もそうですし、私のことを好きでいてくださる皆さん、動画を見てくださって、蚊が飛んでる、ただ全然捕まられない、そう、私のことを見てくださってる皆さんも私も、みんな一緒にちょっと楽しいことがしたいなっていうふうに思いまして、今なんかいっぱいのベース以外のコンテンツっていうんですかね、もういろいろと計画したりとかもしております。で、その中の一環としてちょっと前々から興味があったんですけど、メンバーシップっていうものをちょっと始めていきたいなっていうふうに思っております。まあ、有料の、まあ、平たく言えばファンクラブみたいなものになるんですかね。私は、特にメンバーさんで、その登録していただいたメンバーさんでレベルとかを設けようとかっていうのは考えてなくて、一律490円、月490円でですね、メンバーシップ限定の配信、生配信ですね、メンバーシップ限定の動画の公開、こちらはちょっと編集とかも忙しい時とかは難しくなってくると思うので、主にライブ配信になるかなっていうふうに思ってるんですけど、あとはメンバー限定の写真の公開、例えばそのインスタとかに上げてない、ポートレートの撮影ですとかね、そういうのを特典として、公開していきたいなっていうふうに思ってます。あとは、メンバーのみ使えるスタンプっていうものも設定できるようなので、前はちょっとこちらに多分スタンプ出してますけど、こちらは私が、書いたスタンプを使えるよっていうのがあります。あとはメンバー登録すると、そのバッジっていうものがアイコンに表示されるようなんですけども、それもちょっといろんな色のフレンチブルドッグを描いてみたので、登録した年月によって、色が変わるという、そういうこともできるみたいです。メンバーシップのコンテンツの、私の狙いとしてはですね、もっと私のパーソナルな部分といいますか、例えばこう日頃どんなことしてるとか、どんなこと考えてるとか、そういうことにもっと普通の動画よりもスポットを当てて、私のキャラクターというものをもっと知ってもらえたらなというようなものにしたいなっていうふうに思っております。まあ、そのどのぐらいの方が登録してくださるかはまだわからないんです。全然挑戦してみないとわかんないんですけども、私はもう本当自分のコアなファンといいますかね、物好きなファンの方向けにコンテンツを作っていきたいなっていうふうに思ってます。それからそのメンバーシップ登録しなくても、これまで通り動画はちょいちょい上げていったり、配信もちょいちょいやっていったり、今新しく PS4 とかをね導入して、ゲーム実況の方とかもね、またちょっと枠も広がっていくかなと思いますので、無理して登録しなきゃとかっていうことでは全然ないので、そこはご安心ください。私もそのメンバーシップ自体、その他の人のメンバーシップに登録した経験もないですし、もちろん自分でやったこともないので、いろいろ手探りになるとは思うんですけども、私のことを見てくれてるファンの方と一緒に作り上げていきたいなというふうに思っております。メンバーシップ、開始されますと、私の、YouTube のホーム画面っていうんですかね、その若左衛門のページにメンバーになるという、アイコンが表示されるようなので、そこからおそらく登録ができるんじゃないかなというふうに思います。では、今日はメンバーシップやるよっていうような紹介動画になったので、このぐらいにしておこうと思います。引き続き、いろんなねコンテンツ上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。以上、若左衛門でした。バイバイ。